どうも、トマトです。さあ、今回もですね、こちら。はい。プレイキューチップス、2022第1弾。こちら、開封の方をしていきたいと思います。今回含め残り2回ですね。はい。残り1箱24袋となりました。ということで、本日は、まず12袋開封したいと思いますので、早速ですが、ご覧ください。はい、それではいつものように開封をしていきたいと思います。はい、まず1袋目こちらですね。はい、せーの。はい、いきなり来ましたね。大野選手と、はい、小園選手。はい、一発目から来ました。スターカード、さあ、サイン入りどうか。せーの。はい、あ、残念。はい、ということで3袋目いきます。目どうか。せーの。はい、はい、森選手と松田選手。はい、大事です。さあ、3袋目いきます。さあ、どうか。せーの。ちょっと見えちゃった、祖父江選手。あとは、はい、紅林選手です。はい。はい、では4袋目いきます。どうか。せーの。はい。はい、高浜選手と、はい、タイトルホルダー、杉本選手。はい、杉本選手、本塁打です。はい。では5袋目いきます。せーの。はい。はい、佐々木選手と、お、来ましたね。坂本選手。来ました。スターカード2枚目。さあ、どうか。久しくサインカードを見ておりません。いただきます。せーの。はい。はい。なかなか厳しいですね。はい。では、6袋目いきまーす。せーの。はい。はい。タイトルホルダーが、近本選手と、あと青木選手です。はい。近本選手、最多安打です。はい。では、折り返し7袋目いきます。いきます。せーの。はい。はい。梅野選手と、はい。塩見選手。はい。では、8袋目いきます。せーの。はい。はい。鈴木選手と、はい。オースティン選手です。はい。では、9袋目いきます。9袋目。せーの。はい。お、来ましたね。お、神、嘘つきました。上沢選手ですね。はい。と、松原選手。上沢選手って今まで出てたかな？初見かもしれないですね。では、ちょっと切ります。せーの。はい。あ、はい。選手のサインではありませんでした。はい。では、10袋目いきたいと思います。せーの。はい。タイトルホルダーで、堀選手と、もう一度タイトルホルダー、山本選手。堀選手、最優秀中継ぎ。はい。で、山本選手はいっぱいです。はい。では、11袋目いきます。せーの。はい。はい、京田選手、ずっと最近2軍で頑張ってますね。はい。あと、宮城選手でーす。はい。宮城選手、タイトルホルダー、新人王です。はい。早いもので、はい。本日も、最後一袋です。はい。では、行きたいと思います。せーの。はい。はい。藤原選手と、はい。林選手。はい。ということで、こんな感じでした。ということで、今回はですね、はい。スターカード3枚に、それに対して、サインカードは残念ながら0です。はい。いかがだったでしょうか。ということでですね、はい、今日12袋開けましたので、残り最後12袋1回分となります。次回最終回となりますので、こうご期待ください。それではご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思う方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。